身の歴代ベスト9くんだ。これはいろんなし。岩崎はどう考えてもウィリアムス。代打はヤギやろ。ヤギと檜山が選んだので。さ、そういうことか。川藤とか大した成績残してないやん。今岡アウト岡田ユン。藤村がおらんのやけど。川藤はネタとしても岩崎とかにわかか今のリリーフでは岩崎しかおらんだけで普通やろ。作ったやつ50代やろ。お見事、ヤギと檜山の選定や。チョイスが今時じゃない。何十人ですら川藤や掛布賞で見た世代とちゃうし。岩崎選ぶならせめてウィリアムスやろ。何か突っ込みどころ多いわ。川藤でくさ。ほんまに出してどうすんねんさんがいるやん。ジェフは抑えもやってたけど岩崎はずっと中継ぎやからみたいな理由やった。じゃあ先発してた岩崎は論外やん。今岡はタイトル取ったから。岩崎ってここに入るほどか。また鳥谷がショットを任されるのか。セカンドは岡田やろ。今岡打点王取ったのサードやし。勝利の方程式が藤川、BJ、スンファン、スアレスやと今の超絶グロ打線でも勝ってたやろな。ヤニキ阪神時代初期こんな細かったんか。今岡って糸原よりはセカンドうまい。そらそうよ。逆に糸原より下手なやつ探す方が難しいレベル。今岡もうまくはなかったが糸原よりはうまい。ファースト掛布は大長島並みの鉄板肩候補いる？藤村。藤川ファースト淵金本は確定だろうけど鳥谷今岡真由美が当落せんか？あと掛布か。投手は全盛期井川でいいやろ。さすがに江夏村山小山がバケモンすぎるわ。井川は20勝した年にはすでに劣化始まってたしな。ブレイクした2001年後半から2002年はマジで神がかってたけど。ドン様。さすがに心情はないだろう。誰が一番打つねん。1985年日本一の一番打者がおるやろ。そういやそうやった。生え抜き限定か。真由美と様やで。金本も外様。佐藤輝明はこれからや。ただ85年以前の選手やと今の野球についてこれんやろな。当時の結出度のまま連れてくればいいだけの話や、パワプロの OB 能力みたいなもんやな。川藤とかいう落ち要因。